8。クロックワークナイト、サターンが続くんですよね、ガンガンガンと。あーすごい、あーゴールめっちゃ好きです。あのおもちゃの世界ですね、あのこういうブリキの兵隊みたいなやつが呼ぶんですよね、あれ手に持ってる鍵なんですよね、鍵を持ってこうチャカチャカチャカ倒すんですね。非常に出来のいいアクションゲームですね。すごい面白い。あのスーパーミコとかマリオとかがよくありましたけども、ああいう感じじゃなくて立体感がある、すごい立体感。そうそう、この手の新しいゲームマシンならではのマシンですね。これは前編後編の後編ですよね。後編の方です。はい、5位がですね、ヤオイ11国費プロジェクト UFO 応援。はい、これはゲームじゃないんですよね。データベースですね。でもこうあのプレイステーションとかセガサターンとか次世代機が出てくると、あの写真とか高画質なものは全部入れられるじゃないですか。あの通常に撮った映像がそのままあのそのデータに落とせますからね、うん、それをいじれるっていうんで、こういう形のデータベースとかがやっと可能になったと。まあ、取り込んだりとかプログラムしたりとか、これは結構それですよ、うん、それですよ、うん、それがですね、もう私とですね編集長出たクロックワークナイトのですね、ちょっと開発室でですねお邪魔したんですけど、その分かる VTR が撮ってきてる。なんで単語バラバラやねん。分かる VTR が撮ってきてるみたいなんで見ましょう。事の始まりは去年のピオ2大会でのこの一言から始まったのだ。もし我々が負ければ、我々、まあ、セガの作るゲーム、まあ、隠れキャラで、まあ、登場させようと、そういうゲームを作ろうじゃないかと。これを聞いた我が D 型チームはなんと4勝1敗での大勝利。そしてついに約束が果たされる時がやってまいりました。なんと私がゲームに出演することになったんです。もうすでにスタジオでの収録は終わっているんですけども、発売まであと1週間ということで、今日は私の出ているゲームがどのように作られたのか、ちょっと皆さんに教えちゃいましょう。はい、ということで今回クロックワークナイトの企画と演出を担当されました佐藤さんです。はじめまして。はじめまして。この間セガのスタジオで私も撮ったんです、絵を撮影したんですよ。カメラで撮った場合には1秒間に60枚っていうコマができます。じゃあカメラを1秒間撮ってる間に60枚の前の絵が出てきてるって考えていいってことなんですか。そうです。ですから今回みたいに、中山さんのお辞儀のパターンを使うっていうのでも、うん、お辞儀だけで例えば、5秒とか3秒とかあると、うん、それかける1秒に60枚だから5秒取ったら300枚。そうです。でその中から4枚を選ぶという形になってくるわけですね。その300枚の中から4枚とかって今聞いたんですけど、その写真を実際にじゃあこれを使おうってこの4枚を選んだのは佐藤さんなんですか。僕の独断と偏見で選ばさせていただきました。そうですか。じゃあこれで私が気に入らなかったら全部佐藤さんのせいなんですね。あの苦情は受け付けてませんから。あれ、はい、実際にシミュレートしたものがここのようにこれです。はい、出てきます。これは動くんですか。はい、動きますよね。これをループで、あ、動いてます。かわいいじゃないですか。全くでもとてもあの4パターンで動いてるって見えないでしょ。そうですよ。なんかもっとその何百枚もつなぎ合わせないとダメなのか私は思ってましたけどね。実際ゲームではこのように見えます。イエーイ、出てる出てる。ちょっとカメラさんアップアップ、すごいですよ。動いてる動いてる動いてる。そうですね、セリフを変えるとこのようにあのセリフを話してるような形とか考えているようなパターンとかに変わっていきます。今あのこの画面上に、主人公のキャラクターがこれ 6カットあります。6カット、はい、6枚。これがうなずいてるパターンなんですけれども、そこでアニメーションの登録というものをして、はい、そこでは1番の絵がどのぐらいの間隔で2番目に行くか、2番目の絵が次の間隔までどのぐらいで行くかというような数値入力をしていきます。わかりました。でこれが全て揃いますと動くというような形になります。おお、これなんか難しいようで結構わかりやすいです。まああのひろこちゃんがねあの通りね、まあ可愛いまんま実写で入ってるわけじゃないですか。ちゃんとお辞儀もして動いて、ね、でペパの女自体もすごい CG じゃないですか。ゲームのこうなんですか、画像ってどこまでいくんですかね。
あれ僕が思うにはね、最終的にその現実にあるものと全く同じものを書き出したらもうそれで終わりだと思ってるんですよ。あとはそれを演出で現実にないものの映像にしてどれだけ演出できるかだと思ってるんですよね。そう、それでね、うん、嬉しいお知らせがあるんです。そのクロックワークナイトのエンディングのスタッフロールありますよね、うん、それですね、ゲーカタのですね、ゲームカタログ2という名前がですね出てるんですよ。へぇ、すごい、入れてきてもらってるね。へぇ、ね、まあ、あのいろんなゲーム出るし、はい、いろんな、ね、技術出てきますけどもね。さあ続いてはベスト3。ひろこちゃんと花村編集長が出てるクロックワークナイトペパルーチョの大冒険下巻を5名の方にプレゼント。番組への要望感想を書いて送ってね。待ってます。